はい、それではアルブレダさんとアルブレダさんが話してみましょう。いかにも私がアルブレダだが、アラミゴ解放族を解放軍を紹介しろだ。あんた誰の差し金だい？砂の家の人、アリベルドだって？相変わらずの大バカ野郎め、昔の女を頼るだなんて。まああんたを信頼できるってことは分かったがね。昔の女なのか。解放軍に近づきたいなら、そうさね、あそこで腐ってるメフリドの話を聞いてみな。流民の心を知る。これが最初の一歩さ。腐ってんの？ウェポンチェストゲット。腐ってる人はどこにいますか？あなたっすか？急ぎの用事を頼みたい。まさにメインクエストがお使いと言われるゆえんなのか、これは。うごごご。お前、冒険者か。俺はメフリド。メフリッド。境あるアラミゴ解放軍の一員だ。今は故郷を追われた哀れな残存兵かな？だがな。で、冒険者さんがこの俺に一体何の用だい？メフリド隊長、ガリエンのやつ、傷が膿んでどえらい熱だ。おそらく今夜が山です。くそ、だから治療が必要だと訴えていたのに。この集落の連中は助けを求める俺たちの声を一向に聞こうとはしないんだ。冒険者さんよ、頼む。部下が死にそうなんだ。アルブレダにこの集落のやつに話を通して治療させてもらうように言ってくれねえか。わかった。自分で言えばいいのに。何かしらしがらみがあるんだろうな。急ぎの用事がそれなのか。なんだって、メフリドの部下が。いや、すまんね。私には何もできないよ。アラミゴの同胞を見捨てるなんてできることなら私だってしたくないよ。でも彼らに手を貸すことは森の掟に反すること。掟を破れば我らクオーリーミルの住人だってこの森にいられなくなっちまう。私一人ならいざ知らず、みんなを巻き添えにはできないよ。この森の同志、シャルリヌに談判してごらん。外に来たあんたの言うことならもしかしたら聞いてくれるかもしれない。直談判しに行けと。わかった。直談判してみようじゃないか。同志様、お話を。うむ、アラミゴのメフリドさんたちを救いたいと。それは叶わぬ相談かもしれません。これは私の意思ではなく精霊の意思なのです。この刻意森に流れ着いたハズツクニのまれびとは、ここクオーリーミルで一晩を過ごし精霊の審判を受けます。精霊に拒否されればその者は森に住むことができません。審判を受け拒否された者は森の恵みを享受する資格を失う。これがこの森の古よりの掟なのですから。冷た。めっちゃ冷た。ダメだって。直してくれないって。畜生、何が精霊の石だ。そんなもんクソくらいだ。森を出て行けってなら出て行くさ。でも部下たちはみんな過酷な旅でボロボロなんだ。奴らに慈悲ってもんはねえのかよ。おんそれ。森行って頼みがある。はいはい。もうここまで来たら聞いてあげよう。俺は部下を率いてこのクオーリーミルにやってきた。外には村に入れない部下が野営をして待ってるんだ。部下たちの体力は消耗してもう長旅には耐えきれねえ。お前も見た通り、ここの奴らには頼めねえ。だからこそ冒険者のお前に頼みがある。アンテロープの大角をどうにか手に入れてくれ。
故郷アラミ語では万能の薬になると言われているんだ。人助けか。アンテローブ、大角を入手せよ。了解。どこら辺にある？右上の方だね。おそらくあるんでしょう。知らんけどあるんでしょう。沈黙の花壇。真っ黒クロスケだな。こんな夜中に取りに行く品物、代物ではないかもしれないけど。どっかありますかね。敵を倒さないといけないのか。ふっとしなくても。ふっとしなくてもそうかもしれない。アンテローブスタック。なるほど。まずは一つ入手。二つ入手。サモンイフリート。あれ、待って。イフリートエギ召喚。ルビールインだ。めっちゃ蹴るな、ルビールイン。からの。レベル50のやつはちょっと威嚇するとやばそうだから。いいんだ、打ってからのコパーズでしょうか。オッケー、無事ゲットできたぜ。万病の薬のもと渡そう。急いでるようだ。持ってきたよ。すまん、助かる。だがこいつは故郷に生息する人は少し違うようだ。地元のものでなければこの角の調合方法はわからねえな。あんたバスカロンって男を知ってるか？その男ならよそ者だと決して差別せず、困ったことがあれば誰の相談にも乗ってくれると聞いた。あのバーのおやすさんかな。ガタイのいい部下のファラムンドに届けてくれ。この隣の人に届ければいい。マスカロンに角を渡せ。アッパーパスだね。ちょっと待ってね。あー、ちょうど今ここだから西に向かえばいいんだね。了解。とりあえず西に向かおうか。チョコボ召喚。僕行くよ。まあマスカロンさんだったら確かに差別せずに、分け隔てせずに助けてくれそうな気がする。私もそんな気がする。いいさ、バスカロンさん。よう、お前さんか。冒険者家業の調子はどうだい？稼いでいるんだったらうちで使ってきな。召喚たくましいね。
なんだと、アンテロープの大津の薬に調合してほしいと。さてはクオリーミルのアラミゴ人の依頼か。なんでそんなに察しがいいんだよ。よし、わかった。だが調合してる余裕もあるまい。ちょうど手製の可能止めの作り置きがある。そいつを代わりに持ってきな。何、礼はいらねえよ。お前さんには随分世話になったからな。今度来た時にいっぱいやってくれりゃそれでいいさ。いっぱいやってくれりゃね。あれ、バスカロンさんともカードゲームができる。ダトゥアパリもいいだ。これでもやり始めたらね、キリがない。おなんか知らんけど始まってしまった。仕方ないね、始まってしまったものはやるしかないね。とりあえず一戦やっていこう。わあ、カヌエセンナ様のカード欲しいんだよな。めちゃくちゃ万能だよね。万能にいいとこだよねと思ってるんだけど、勝手にうめ、そう打ってくるか。ではこう打ち返そう。厳しい。これはどうですか。どうですね。もう一戦やっていくよ。まずはこっちのターン。よし、これぐらいにしとこう。あったねー。可能止めを届けないといけないんだ。おこというか、急いで可能止め届けないといけないのにトリプルトライアドなんかやってる場合じゃねえだろう。で突っ込まれそうな気がした。今ものすごく突っ込まれそうな気がした。やっぱ面白いね、トリプルトライアド。カヌエ様のカードゲットできたら安定して勝てそうな気がするだけです。私頑張ってゲットしたいね。さあ、薬持ってきたぜ。メフリッド隊長が依頼していた冒険者ですね。薬は手に入ったのでしょうか。どうぞ。ありがとうございます。これで仲間たちは無駄死にせずにさせずに済みます。メフリッド隊長もこれでいくらか肩の荷が下りることでしょう。よかった、本当によかった。1万80ももらえるのか。銀貨に変えよう。といったところで、一応今回はねこれで終わりですかね。ご視聴ありがとうございました。またねー。